共通点ってのは刑務所行ってたってことですよね。地元のマフィアと有力者と警察が三位一体になってるようなところにですね、ちょっとこの間の5億円ちょっと回収させてくださいって言って、あ、おいでおいでって言って帰ってこれないかもしれないですよね。いやでもガーシーみたいなものも潰されてましたからね。だけどなんでじゃあガーシーが出てこれるかっていうと、メディアの圧力が効かないんですよね。堀江さん、土井さん、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回のゲストをご紹介します。大王製紙前会長の井川元孝さんにお越しいただきました。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。はい、井川さんと堀江さんは、まあ共通点も多く、まあ、進行が結構あるかと思うんですけど共通点っていうのは刑務所行ってたってことですよね。まあね、大学も一緒だったりとか、まあ、東大から刑務所へです。東大から刑務所へ。対談本出させていただいてますから、はい、出したりというということでですね、今回はですね、話題のニュースその裏側とはどうなっているのかと題しまして、ニュースからですね、社会の裏側を紐解いていきたいと思います。今回自民党に負けてほしかったんで、この 50% 超えっていうのがですね、はい、まあ、自民党っていうのも私、岸田さんが自民党をですね、10年前の自民党、何なら20年ぐらい先祖返りさせちゃったかなと、財務省主導でですね、アンチマーケットみたいな感じなんで、一回負けて岸田さんには退陣していただいて、やり直していただいたんですが、どうもちょっとその希望は達せられそうもないですね。面白いですよね。その菅さんはダメで岸田さんはいいっていうのが、国民の半分以上はそれがいいと思っているっていう、まあ、それは現実なんだなっていうのは。ただマスコミ誘導も大きいと思いますけどね。あ、そうですか。特にまあ、真ん中より左寄りの各社はですね、うん、岸田さんってハト派ですから、うん、彼らのすごく親和性が高いというのが一つとですね。なるほど。であと菅さんが足引っ張られたのは、あの人はオークション論者だったんですか、はい、電波オークション論者だったので、テレビ局は嫌がるし、その親会社である各新聞社から見てもですね、やっぱりどっちかっていうと気に食わない相手なんで、同じことを報道しても、もう徹底的に足引っ張る方向で報道するわけで、岸田さんの場合っていうのはなんか生温かく批判しないんで、まだあれなんですね、メディアの支配者が権力を握ってるんですね、っていうことなんですよね。いやでもなんか、だからいろいろな構造が分かりますよね。だからテレビ局買いに行っちゃダメなんだっていうね。そうだね。いや、この国のだから本当の支配者は、渡辺恒夫であり、日枝久志であるっていう。間違いない。いや、本当にそうだと思う。まあ、しょうがないっちゃしょうがないですね。だから世論誘導が効いてるってことですよね。でもこれに対する処方箋はないですよね。あと、まあ10年経てば新聞社もなくなるだろうし、ただでもやっぱりテレビって残ってると思うんですね。そうは言ってもですね、僕新聞社もなくならないと思いますよ。やっぱり不動産すごい持ってるから。まあまあね、そうですね、まあ、部数としてはほぼ半分になってます、20年間で、はい、なんで多分あと10年で新聞事業自体はもう多分黒字は維持できないと、まあ赤字のとこも増えてますし、で僕みんな高齢者はいずれなくなるからってみんな言うんだけど、僕はなくならないよ、そんな簡単に死なないよってずっと言ってるんですけど、選挙も行きます。僕は2000だから4年とか5年の時点で、いやそのうちね、フジテレビの日田さんも読売新聞の渡辺さんもいなくなるからとかって言うんだけど、いやいやあれは妖怪だからいなくなんないよって言ってた。やっぱその通りになりましたよね。ああいう人って長生きするんですよね。本当に芸能界はちょっと崩れ始めましたけどね。今だったらガーシー問題みたいなのができて、そう、いやでもガーシーみたいなものも潰されてましたからね、以前は。だけどなんでじゃあガーシーが出てこれるかっていうと、 YouTube があるからですよね。で YouTube って外資じゃないですか、で外資には日本のマスメディアの力は及ばないんで、だからいくら Google に日本のマスメディアとその芸能事務所が文句言ったところで、何なのお前らみたいな感じで終わるんで、嘘言ってないんだったらそれはしょうがないよねっていう話になって、非常に公正に見られてしまうので、メディアの圧力が効かないんですよね。ガーシーが選挙に出ることに関してはどうですか。よとか出るみたいですね。NHK 党の立花さんが中東に弾丸で、はい、出馬してくださいって言いに行ってましたね。それで決意をしたっていうことですかね。いやだから下手すると NHK 党 2% 取って、国会議員ガーシーが誕生するかもしれないっていう。でもこれ完全にあれですよね、楽天モバイルのキャッシュが足りねえっていう話だと思いますよ。
これはまあもちろんその見方にもよると思うんですけど、楽天経済圏ごと崩壊するリスクもあるのかなっていう、うんうん、これ参入の時から私三木谷さんね、やっぱり苦しい決断だったと思いますよ。高額な投資を必要とするあの業界、製紙業界っていうのもやっぱりもうワンライン作ると一緒のことがかかってですね、そういう中で大王製紙は3位あたりのですねポジション、これ本当に厳しいです。やっぱりあの4位になるとやっぱり生き残れないな、そういうのを三木谷さんだって分かってないはずはない。でもやっぱり今話出た楽天経済圏維持していくためにはキャッシュレスでやるにはやっぱりどこも D 払いだとかですね、はい、auPay ですか、ああいったあのやっぱりキャリア系しか生き残らないんじゃないかっていう議論もあって、なんで行かざるを得なかった、結局1兆円近い投資をしていかなきゃいけないと、うん、私その中で成功するかしないかっていうと、私どっちに張るかっていうとですね、はい、しない方に張っちゃいますね私はね、これね、はい、一点掛けしろって言われた、一点掛けしろと言われた、うん、だ虎の子ですよね。本当はだから楽天グループの中核は金融事業のはずなのに、はい、一番キャッシュ稼いでるわけじゃないですか結局、うん、楽天銀行、楽天証券、楽天クレジットが一番稼いでる部門なわけだけれども、それをそのキャリア事業のために売っていくわけじゃないですか、うん、それは結構厳しいっすよね、うん、これ勝ち筋でどうなっていくんですか、いやさっき私は申し訳ないけれども、はい、ルーズの方にかけるって言ったんですけどもね、はい、まあでも大体私100億する人間だから私がかけた方が間違いですね私は別に日本にカジノができることについて賛成でも反対でもないんです。まあ私にとって関係ないことない、日本じゃ行きませんからどの道、はい、でいう中でですね、反対してる人たちの主張を見てると、うん、もう日本独特というか日本に強いパターナリズム、要するに不正主義ですね、本人たちは善意なんでしょうが他人のことはほっとけよと、うん、すぐにカジノがどうだというとですね、ギャンブル中毒になって破産する人間がいるんじゃないかとか、まあ、ここにもいますけれどもね別にね、まあ、私の場合はそれが株主や社員に迷惑かけちゃいましたけど、普通ですね名前も知らないどこの誰か知らない人がギャンブル中毒になったっていいじゃないですかと言った人間が全員になるわけじゃないし、個別にケアすればいいんで、やっぱり日本ってどうしてそう集団でその行動を規制しようとするのかと、今回のネットカジノも早速ですね、はい、まあ、あれグレーはグレーなんですけれども、まあ、いろんな理屈があるんですけどちょっと長くなるんで、あれだってもうすぐに新聞社とかがですね取締りみたいな社説論調張ってきてますけど、ほっときゃいいじゃないのと。だからほら阿武町の問題もね、はい、決済代行業者が使った分戻したんですよね、はい、すごいですよね、すごいですよねいやなんかだから、はい、判例でね、オンラインカジノ、まあ、外国のそのライセンスを正式に取得してるカジノで日本人がプレイしたら、はい、その刑法の賭博罪に触れるかどうか問題っていうのがあって、うん、まあ、そこはグレーゾーンだって言われてたんだけど、まあ、実際にそういう事例あるんですよね。事例があったからこそ、うん、最近その要は IR に向けて、うん、その大手のカジノがオンラインカジノやってんすよね今ね、うん、はい、でもうみんな安全だと思ってやってんすよね、うん、オンラインカジノ結構みんな、うんうん、僕はワンチャン危ないからやめた方がいいよってみんなに言ってるんですけど、今回の問題を受けて岸田総理がね、またこれは違法なんじゃないかみたいな話を言い出したりとかして、ちょっと危うくなってきましたよね。どうなるんですかね、多分踏み込みづらいんじゃないですか、岸田さんはとりあえず言っといて、あの人は支持率が大事なんで検討士ですか、検討、そうですね、まあ、対策そもそもカジノにすごい詳しい、その業界に詳しい人じゃないと、まあ、引っ張ってうまくやっていくこと難しいんじゃないかと思うんですけど、そこら辺ってこう今って運営の中心とか握ってるのってどういう人なんですかねって。アメリカだったら例えばサンズだとかですね、ウィンなんて上場会社なんですよ、基本的に向こうで上場されてますから、でそれ彼らがもちろんノウハウを持ってますし、合法的っていうかですね、もちろん日本の大阪とかにも MGM とかが入るってことが言われてるんで、まあ、彼らがもちろん運営するんだけどね、そういう中でじゃあなんでノウハウがいるかっていうと、ディーラーが客と組んで金を抜かないかっていうチェックなんです。なんで例えば使ったカードの使い終わったものの処理だとか、もちろんその前の使う前のもののインチキが入ってないかとかですね、いろいろあるんですよ。そういうノウハウって知らないと、昔日本人の経営者、実は父の友人だったんですけれども、ラスベガスって小さいカジノもありますから、買収していろんな厳しい審査通ってか買収したんだけど、10年間で従業員たちに20億抜かれてた面白いお手並み拝見みたいなところはあるんですけどね。もう今その日本で札付きになってる方々みんなドバイとかに集まってるらしいんですよ。
コロナの給付金って結構詐欺に近いように取ってるクリニックとか多いと私は聞いてますけど、先代がなんとか組だったんで絶対入れないってことが分かっちゃったんで、その時点から反対に回ったとかですね。もうだからこれ完全にもう三木谷さんは全張りをしたわけじゃないですか。楽天モバイル全張りですよね、これね。これ結構危険な賭けだと思いますよ。私その中で成功するかしないかっていうと、しない方にやっちゃいますでも。